ヘルブルクの聖アンナ協会にある記念学リヒャルト・フェリックス・パウル・ワーグナーはドイツの交通関連の機械技術者で1923年から1942年までベルリンの国営鉄道中央局において第23局の局長を務めた。ワーグナーはベルリンにおいて運送業者の息子として生まれ1901年の復活祭の日にギムナジウム卒業試験を受けた後、 後に、鉄道の機械技術者となる意図で、学位試験ではなく国のバウマイスター試験を受ける目的で、王立シャルロッテンブルク工科大学において勉強した。しかし1902年に、学位試験とバウマイスター試験の区別が廃止されたため、1906年3月の試験を受けて、交通機械工学分野の学位を授与された。卒業後、彼は政府の建築家になる、 訓練の目的でプロイセン国有鉄道に入り、1909年春の政府の試験をこの年の1位の成績で通過して終えた。さらにその後イングランドやアメリカ合衆国への研修旅行や機械研修部門や検査官の研修生として、国有鉄道の様々な分野での活動を行った。第一次世界大戦勃発に際しては志願して野戦鉄道部隊に配属され、スダン、 コンフラン・アンジャルニジー、リールなどでの機械部門を指導した。戦争終結後、野戦鉄道部隊から復員したワーグナーはまず、検査官としての仕事のかに、時折軍事鉄道部門の生産作業を任されていた。1920年4月1日、彼は、グルーネーバルト機関車試験局の局長に任命された。ワーグナーの局長時代には、ハルバーシュタット・ブランケンブルク鉄道のティア型や、 プロイセンの P10 型、ザクセンの XXHV 型など多くの機関車について広範な試験を行った。1922年には機関車の標準化に関する委員会の委員となり、1922年10月1日からは設計局において前任者の留部権から半年間指導を受けるために国営鉄道中央局に配属された。 1923年に彼は機関車設計局の局長に任命された。まずワーグナーは政府の建設指導官となり、1924年10月1日からは昇進して政府の上級建設指導官に、そしてドイツ国鉄会社の設立後は国営鉄道上級指導官となった。さらに昇進して1935年には国営鉄道重役。 1938年には局長となった。1942年にワーグナーは第二次世界大戦におけるドイツ国鉄の輸送問題の責任を問われてゲルハルトデーゲンコルプの圧力により局長を辞任に追い込まれた。公式には1942年6月1日に健康上の理由で自主的に辞職したとされフリードリヒビッテが公認となった。 1946年にイギリス占領軍当局の要請により短期間倍増における勾配部局の長を務め1947年に最終的に引退した。1948年からは1920年以来彼自身も会員であった機関車、標準委員会の会長を死ぬまで務めた。これに加えて彼は 焼結金属や油の不要な軸受けなどに関する研究コミュニティに参加し、この分野の特許を取得している。ワーグナーの構想に基づく典型的な正式機関車である急行用蒸気機関車、0 1系ドイツ国鉄の正式蒸気機関車の開発に際して、ワーグナーは蒸気機関車の合理的な製造と運用という構想を断行した。できるだけ機関車の種類を少なくし、 特殊な形式を作ることを避け、できるだけ正確な部品を作って、部品や予備品を原因物合わせの作業の必要なしに容易に交換できるようにし、またこの当時の多くの形式の機関車で多くの部品や構成品を共通化した。このため彼の時代の一連の機関車の設計はメーカーと国営鉄道の統一事務所から生み出されている。ワーグナーは、 第一次世界大戦の時の鉄道部隊での経験に大きな影響を受けていた。機関車は頻繁に故障するが、各保有鉄道が多くの形式の機関車を有し、また部品の標準化に欠けている結果、修理用の部品の調達と保守に多大な問題を抱えていた。このことがワーグナーに単純で保守のしやすい設計の必要性を痛感させ、結果として、 正式蒸気機関車の設計に一面では革新的な影響をもたらしたが、もう一面ではかなり活気を失わせる影響ももたらした。このためワーグナーは燃費が悪く運行上の弾力性に欠けるボイラーの設計にこだわり、放射熱の伝達を良くし、キセルでの熱負担を緩和する燃焼しつつけボイラーのようなある種の高出力ボイラーの使用に強く反対した。 彼はまた、蒸気圧力を最大限に利用することが不可欠な中圧、高圧ボイラー搭載の実験機以外は、4シリンダー複式機関車を使用することを拒否した。しかしながら、ドイツの他の国有鉄道や他の国では、4シリンダー複式機関車は、保守費用は高かったものの成功裏に運用されていた。ワーグナーの考えに基づく、正式蒸気機関車の導入は、 経済的な理由から限られたものに止まった。また、軸獣20トニへの路線改良工事が遅れたことも、正式蒸気機関車の導入の遅れにつながった。より小型で、軽量な機関車が、かなりの数製造され、成功を収めた。他の形式の機関車は、一部の試作機のみか少数のみが、納入された。ドイツが、戦争準備を開始して、初めて、計画に含まれていた。 車軸配置1位、e、の重量貨物機関車と、それから派生した当初予定になかった、車軸配置1位、e、の軽量貨物機関車が、戦時機関車として、特別に開発され、前例のない規模で大量生産された。戦時機関車の開発と量産は、ワーグナーの辞任後のゲルハルトデーゲンコルプや、フリードリヒビッテの責任において進められることになった。今日鉄道ファンにとって、 ワーグナーの名前は、ドイツ国鉄の標準大型、ジョ、ケムリータである、ワーグナー式ジョ、ケムリータとして、主に知られているが、これは、彼の業績のほんの一部であり、また公式に彼の名前にちなんで命名されたものでも、ない。1931年にワーグナーは、蒸気機関車及び石油た機関車の建設的な発展への貢献で、 アーヘン工科大学から名誉学位を授与された。1936年にイギリス機関車技術者協会は金の功績メダルを授与した。1942年に先行十字章を授与された。ありがとうございます。